はい、皆さんこんにちは、ホロニクスグループ医療法人医誠会医誠会国際総合病院の病院長の峰松です。今日は今紹介がありましたけれども、私とそれから動画出演になりますけれども、看護部、薬剤部、それから臨床工学部から1名ずつ、合計4名ですね、私も入れてが、この AI ホスピタルということについて解説させていただきます。まず最初に私からですね、この AI ホスピタルとはどんなものか、まあ、イントロダクションについて説明をさせていただこうと思います。 AI とは何でしょうか。最近よく出てきてるんで皆さんご存知かもしれませんが、 AI というのはアーティフィシャルインテリジェンス、人工知能の略ですね。人間の脳を人工的に再現したものです。最近ではチャット GPT に代表される生成 AI ですね、非常に賢いんですが、それが有名です。コンピューターでありながら自ら学び成長することが期待されております。私の世代では手塚治虫先生の鉄腕アトムを連想させていただきます。人間生活における AI はすでにいろんなところで活躍しております。上の方ですね、例えば将棋の AI ですね、これは藤井八冠、これを相手に勉強して腕を上げたと。ほとんどの棋士はこの将棋 AI に負けるんですけれども、藤井さんだけは勝つことがあるということで、みんなびっくりしています。それから最近ではまだちょっと、もうちょっとでしょうけれども、自動車の自動運転装置、これも AI の力を借りて今開発が進んでおります。一方、医療における AI ホスピタルというのは一体どんなものがあるでしょうか。自動診断システム、それから受付システム、画像診断、遠隔診断から臨床の意思決定支援から手術ロボットから医療相談などが、これ全部合わせたものが AI ホスピタルというふうに言われています。今日はこのうちいくつかが実際に解説されます。医療 AI にはさまざまな期待ができます。まずデータ収集とその活用です。自動診断やゲノム医療、それから新薬開発などもこれも利用されています。それから医療現場の業務の効率化が進み、人材不足改善にも役立ち、患者さんへのサービスの充実につながります。より大事なことは、医療の精度と質の向上に貢献するということです。医療の高度化や超高齢社会の進行にもかかわらず、日本の人口当たりの医師の数というのは、これは先進国の中では実は最低レベルなんですね。他の医療従事者もほとんど同じ状況です。ということで、現在は医療従事者不足が非常に深刻な問題になっています。医療 AI の進歩こそが、これらから の医療の危機を救うことができるというふうに考えます。画像診断から医師の診断の決定支援、手術支援ロボットなどがこれに該当すると思われます。もう一つはですね、患者さんの負担の軽減や情報の提供であります。例えば下手をすると、今毎日丸1日かかって外来受診が終わるというような状況になっているところもあると思います。これできるだけ待ち時間を短くして、ほぼノンストップでですね、外来受診が完了するようにしたいというふうに思っています。まだまだいろいろ解決しなきゃいけない点はあると思いますが、それに向かって努力しているところです。医療従事者の働き方改革や医療安全向上にもつなげたいと思います。AI の活用で遠隔で医療情報提供、あるいは医療相談なども可能になると思われます。内閣府はですね、2018年から22年までもう一応終わりましたけれども、 AI 技術を活用し医療現場での負担軽減につながる、診断補助教育やコミュニケーション支援等を目指す AI ホスピタルプロジェクトを実施しました。そこの責任者は、日本の AI ホスピタルの第一人者と言われています国立研究開発法人医薬基盤健康栄養研究所、これは大阪にあります。そこの理事長である中村雄介先生であります。中村先生は今年11月に医誠会で開催しました健康フォーラムでも特別講演の講師にお招きし、お話しいただいております。また医誠会国際総合病院における AI ホスピタル化についても、さまざまなご助言をいただいております。我々は本物の AI ホスピタルを目指しているというふうにご理解ください。
さて、これからですね、3人の講師、一番最初に紹介しましたけれども、医政会国際総合病院のスタッフのお話に移ります。看護部からは看護改革、それから薬剤部からは薬剤業務、から臨床工学部からは手術支援ロボット等について解説いたします。その先にあるのが間違いなく、我が国を代表する AI ホスピタルだろうと思います。それではまず、看護部の動画からご覧ください。こんにちは。ホロニクスグループ医療法人医政会、医政会国際総合病院看護部看護管理室皮膚排泄ケア認定看護師の桑山です。皮膚排泄ケア認定看護師の役割を説明しますと、褥瘡、いわゆる床ずれなどの皮膚の傷のトラブルへの対応、ストーマ、湿疹などの分野で専門的な知識、そのケアに関して高い技術を持った看護師のことです。認定看護師としてこれらのケアに関する実践、指導、相談の役割を担っています。病院内における役割として床ずれ発生を予防すること、また床ずれがある方に対して早期治癒を目指したケアの実践や提案を行っています。また外来では皮膚排泄ケア外来を担当しています。今回は AI が医療をアシストする AI ホスピタルという大きなテーマの中で、看護部としての取り組みをご紹介させていただきます。褥瘡管理者の視点から、体位変換の機械化、自動化を通じた患者さんに寄り添う看護の実現に向けた取り組みについてお話しさせていただければと思います。本日の内容はこちらです。まず看護師の業務についてお話しします。保健師・助産師・看護師法第5条において、療養上の世話または診療の補助を行うこととされています。具体的には、病状の観察や報告、食事・排泄等の介助、診療の介助、薬の投与、注射・検温などが挙げられ、多岐にわたります。そんな中、近年では看護師の厳しい労働環境が明らかになってきており、日本看護協会において、看護師の働き方改革への取り組みが始まっています。業務の標準化といわれる業務の手順を定めることや、看護業務の効率化、他には看護師でなくても行える仕事は、他の職種に割り振るタスクシフト、タスクシェアの推進、IT 技術などの取り組みが始まっています。日頃業務をしていて、忙しくて患者さんのところに行けない、ゆっくり話を聞く時間がない、などの声を聞きます。では、どのような取り組みを行っているか、当法人の看護師の使命である実践的看護技術の向上と患者に寄り添う看護の実現に向けた取り組みを紹介させていただきます。では、ホロニクスグループでの看護改革の取り組みについてご説明します。業務標準化と職場環境を整え、看護師が働き続けることができ、看護師全体の質を向上する整備強化として、これらの取り組みが始まっています。すべてお伝えしていきたいのですが、本日は、私の専門分野である赤色で囲んだこの部分、体位変換作業の軽減のための体位変換機能付きエアマットレスについてお話しさせていただきます。まず、体位変換とは、簡単に言うと、自力で寝返りを打てない方に対して、体圧がかかる体の向きを変更することです。床ずれ予防のため、長い時間同じところの圧迫を避けるため、定期的に体位変換を行うことが必要です。病棟や施設では、24時間体制で自力で寝返りを打てない患者さんへ、2から3時間おきに病室に訪れて体位変換を行っています。この時間間隔については、使用しているマットレスなどの体圧分散寝具によって個人差はありますが、当院で採用しているウレタンマットレスやエアマットレスについては、2から4時間を超えない範囲で行っても良いとされています。体位変換については、床ずれ予防の観点から定期的でかつ正しい方法で実施しなければなりません。では、体位変換の機械化・自動化についてお話を進めます。当院では2022年12月より体位変換機能付き高機能エアマットレスが導入されました。この機器は
エアマットレスの特性である十分な体圧分散性能と体変換機能を持ち合わせています。当院では寝返りができる方はウレタンマットレスを標準とし、寝返りが打てない方、床ずれがある方、栄養状態が悪く痩せているなどの床ずれ発生リスクが高い方に対し、優先的にこのエアマットレスを使用しています。以前はウレタンマットレスとは別に3種類のエアマットレスがありましたが、この機器への変更によりどれを使ったらいいのというスタッフの迷いや悩みもなくなりました。自動体変換モードについてはボタン一つで設定が可能です。8分かけてゆっくり傾いていくため、利用されている方への不快感や眠りを邪魔することなく使用が可能です。また麻痺や拘縮という関節が硬くなり動きが制限された状態の方にも使用が可能です。その際はリハビリテーション部に協力を依頼し、どのようなポジショニングの実施が必要か一緒に検討しています。ではここで実際の体変換の機会について動画をご覧ください。1日に何度も行う体変換業務は、自動寝返り支援ベッドと自動体変換マットレスにより全て自動化・機械化しています。動画はいかがだったでしょうか。体位変換の機械化・自動化によってもたらす効果ですが、人の手に近い優しい体位変換が実施できます。またこれまで体位変換を実施するには枕の調整などが必要でしたので、掛け布団を一旦取り実施しなければなりませんでした。機器を活用することによって布団を取る機会が減り、睡眠を妨げることがなくなりました。介助者にとっては定期的に体位変換を実施していた時間が大幅に減り、なおかつ体圧分散寝具の効果として床ずれ予防の期待ができます。患者さんにとってより良い療養環境の提供、介助者にとっては負担軽減により他の業務に充てることができます。この機器の導入から1年が経とうとしています。私自身、自動体位変換モードの活用は導入当初不安を感じていました。機械の取り扱い方法を理解すること、使用する患者さんの状態を把握すること、拘縮や麻痺のある方への使用に関してチームで検討しながら対応できる環境にあることで不安は払拭されてきています。新入職の方へのオリエンテーションにおいても、実際にこのエアマットレスに寝てもらい患者体験をすることで、機器の取り扱いや自動体変換モードの活用について理解を深める機会を設けています。まとめです。この自動体変換機能付き高機能エアマットレスの導入は、患者さんや私たち介護者である看護職に良い効果をもたらしていると感じています。この取り組み以外にも、入院患者のバイタルサインチを電子カルテに自動で入力できるシステムの導入化、看護記録の簡素化を図るため次世代型看護記録システムの導入などに取り組んでいます。看護業務のタスクシフト、タスクシェア、機械化、自動化、IT 化をしたことで 44% の業務削減を実現しています。看護業務を削減した結果、患者さんに寄り添う看護を実現できていると感じています。ごく一部の紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。患者さんに寄り添う看護の実践を実現するために、さまざまな改革を行っています。紹介しきれなかったことについては、ホロニクスグループチャンネルにてご紹介しております。改革を行ってよかった点など、実際の看護師の声を聞くことができますので、ぜひご視聴いただければ幸いです。床ずれは一度できてしまうと痛みを伴いますし、治るまでに時間がかかります。床ずれの病院内で発生をゼロにすることが私の目標、願いです。床ずれが発生してしまった後、定期的に傷を評価し、適切な軟膏などの外用剤の処置が必要です。治療やケアの提案をするためには、専門的な知識や技術が必要になります。しかし、AI がもっと発展していき、誰もが傷の評価を正確に実施できる、
外用剤の切り替え時期が判断できる、治癒予測ができるなどのシステムの開発、AI の活用ができればいいなと思っています。看護部からの発表は以上となります。はい、ありがとうございました。私、脳卒中が専門なんで、今の寝たきりや、一日中ベッド上安静しなきゃいけない患者さん、たくさんいる病棟で勤務してて、看護師さんが2人か3人チームを組んでですね、ずっと退院変換のために回って、それまた終わった頃になった次の退院変換ということで、一日中それをやってて大変だなと思ったことがあります。職業病と言われる看護スタッフの腰痛症にも関係があると言われてますし、本来この業務自体は看護業務なのかなと私自身も何度も思ったところにありますが、解決する方法がなかったのが非常にうまい方法で解決に向かっていると。で、結果的に 44% の業務削減、これ信じられない数字だと思いますが、それが多分今後の異性会のナーシングに非常に大きな進歩をもたらしてくれるんじゃないかなというふうに期待しています。じゃあ次に行きます。次はですね、これまたすごいです。薬剤部の動画をどうぞご覧ください。皆さんこんにちは。ホロニクスグループ医療法人異性会異性会国際総合病院薬剤部の女王です。本日は AI ホスピタルをテーマに未来の薬剤師についてお話しさせていただきます。本日の内容です。1、薬剤師業務の変遷。2、異性会国際総合病院の薬剤部に導入された AI 機器。3、AI 導入によって変化する薬剤師業務。4、まとめの4つについてお話しさせていただきます。皆さんは薬剤師の仕事にどんなイメージを持っているでしょうか。町の薬局やドラッグストア、病院など薬剤師を見かけることもあると思いますが、その仕事もどんどん変化しています。ほんの数十年前はハサミ調剤と言われて、薬剤師は医師が処方した薬剤を処方箋通りに正しく調剤して患者さんにお渡しするだけの対物業務がメインでした。しかし日々進歩し続ける医療はどんどん複雑になり、分野ごとの専門家が必要不可欠となってきました。お薬を正しく調剤して患者さんにお渡しするだけでは、薬の専門家である薬剤師の能力を十分に発揮できているとは言えず、医師の処方内容のチェックと患者さんが服用した薬剤の効果や副作用の確認による適正使用への判断や医師への処方提案など、コミュニケーションに重点を置いた業務、つまり対物業務から対人業務への変化が求められるようになりました。しかし対人業務は対物業務より専門性が高く複雑となるため、能力を十分に発揮するには薬剤師の数が足りないという大きな問題が発生しました。この問題を解決するには、お薬の調剤や高い専門性があまり求められない対物業務に機械化 AI 化を導入することで効率性を向上させることが解決の糸口になります。次のページから具体的に説明いたします。異性会国際総合病院の薬剤部には、日本全国を見てもトップクラスの最新高性能のロボットや AI 機器が導入されています。例えば今までは人の手で一つ一つ薬剤を集めていた注射薬を自動で取り揃えてくれるロボットや、粉の薬を自動で選択、計量、分包までをするロボットなど、調剤を助けてくれるものがあります。他には薬の一包化といって、服用時期が同じ薬や1回に何種類かの錠剤を服用する場合などに、それらをまとめて一袋にされたものをカメラで撮影して、袋に入っている薬剤が間違っていないかや、ゴミなどが含まれていないかなどを判別してくれるロボット。さらには医師の処方内容について、お薬の量や内容から患者さんに適切な内容かどうかを判断するための情報を自動で提供してくれるための AI 機器など、さまざまな場面で薬剤師の業務を助けてくれる機器が導入されています。当院では AI 機器の導入によってロボットによる確認ができるようになり、外来調剤時のお薬の規格間違いなどの調剤ミスをほぼゼロにすることができ、患者さんが安心してお薬を服用してもらえる環境を整えることができます。では実際に異性会国際総合病院薬剤部で使用されている機械の動画をご覧ください。こちらが一包化の流れです。入力された分包のデータを受信し、分包がスタートします。対象の薬についてロボットアームでカセットを搬送します。
そして指定された量を的確に切り出します。配分フィーダーの振動で薬を均等に配分分割します。そしてこのように分割された薬を一方化します。分包が終了すると自動で清掃を行います。先ほどの動画はいかがだったでしょうか。前のスライドでご紹介したような機器が導入されれば、例えば今までなら調剤業務に10人の薬剤師が必要としていたところを6人の薬剤師で行えれば、4人の薬剤師が対物業務から対人業務へ切り替えることができるようになります。このような事例は対物業務の一部分の例ですので、純粋に人数を提示することは難しいですが、患者さんや他の医療従事者とコミュニケーションを取るための時間や環境を整えることは可能となり、より適切な薬物治療を患者さんに提供することができるようになります。また当院は薬剤師が積極的に処方内容の確認を行い、より患者さんに適切な薬物治療を提供できるように、医師へ処方提案を行う件数が多いのが特徴です。当院の薬剤部では、薬剤に関する業務は薬剤師が行うことを目標に業務を行っています。他の病院でも入院患者さんに病棟でお薬の説明をする業務を行っていますが、当院では救急部門と手術部門に薬剤師を配置し、高度な医療を提供できる体制を整えています。救急部門では24時間体制で迅速に高度な薬物治療の提供が必要となり、手術室部門では手術前、手術中、手術後のそれぞれで服用薬、麻酔薬、鎮痛薬の管理を患者さんの状態に応じて行うことにより、安全に薬物治療ができる体制を整えています。こうした体制を充実するためには、AI 機器の導入が必要不可欠です。ロボット技術や AI 機器が進歩すれば、対人業務に従事することができ、薬剤師が専門的な知識を持って、患者さんに最適な薬物治療を提供することができる未来も遠くないかもしれません。医政会国際総合病院の薬剤部は、未来の薬剤師像を最も近い環境で、患者さんの治療の手助けを続けていきます。薬についてお悩みのことがあれば、薬剤師にご相談ください。薬剤部の発表は以上で終わります。はい、以上薬剤部でした。本当これ薬剤部かなと思われた方も多いと思うんですが、つい最近の話なんですが、数年前に、前の医政会病院ですね、ここの合併する前の医政会病院で薬剤部の募集 の, 広報ビデオを撮って視野があったんですが、狭い調剤室でたくさんの薬剤師が入り乱れて仕事しているところを映してたんで、誰も応募しませんよと、もっと本当ゆったりときちんとやれるところにしないといけないという話をしてたら、多分これがその私が言ったところに近い状況になるんではないかと。先ほどの看護師さんのこともそうですが、本来薬剤師さんがやるべき仕事をやっていただく環境をいかに整えるかという、そのためのこの機会が、別にオートマチックにやるのが素晴らしいなくて、それで本来の薬剤師さんが何をしていくかというのが、今後のいわゆる未来の薬剤師ということになろうかなと思います。そしたら、最後の、動画になります。次は臨床工学部、ロボットをお話ししていただきます。どうぞ。皆さんこんにちは。ホロニクスグループ医療法人医政会、医政会国際総合病院臨床工学部臨床工学技師の田中です。医政会国際総合病院では患者さんの体に負担の少ない手術を行うことや、より精密な手術を行うことを目的として、さまざまな手術支援ロボットを導入しています。今回は医政会国際総合病院で導入されている手術支援ロボットの種類や特徴をご紹介させていただきたいと思います。本日の内容です。まず、あまり馴染みのない方々も多いと思います、臨床工学技師の仕事について簡単にご説明させていただきます。2番目は医政会国際総合病院で会員時より2台導入されている手術支援ロボットのダヴィンチについてです。3番目に、ダヴィンチ以外にも医政会国際総合病院には様々なロボットが導入されています。簡単にご紹介させていただきます。皆さん、臨床工学技師とはどんな仕事をしているのかご存知でしょうか。医師や看護師と違って普段患者さんと接する機会は少ないので、ご存知ないという方も多いと思います。
臨床工学技士は病院内のさまざまな医療機器を取り扱う国家資格です。人工呼吸器や人工透析装置、人工心肺装置など生命維持管理装置と呼ばれる機械の操作やメンテナンスを担当しています。そして医療機器の発展は目覚ましく、専門的な知識をもとに管理する必要が出ていることから、今回紹介するロボットなどの最新医療機器なども管理するようになってきています。臨床工学技士は医療機器がトラブルなく使用できるようにセッティングや保守管理を行い、安全な治療・手術が実施できるようにサポートを行っております。ロボット支援手術の時に臨床工学技士がどのようなことを担当しているのかご説明いたします。まずロボットが問題なく動くように日々の保守管理を行っています。また手術の時は手術前にロボットを準備したり、手術後に片付けたりするほか、手術中の機器トラブルに対応したり、手術中に録画している映像記録の管理なども行っています。このように私たちは円滑にロボット支援手術が行えるように日々努めています。まず一つ目は手術支援ロボットの代名詞ダヴィンチです。この手術支援ロボットは15世紀の発明家であり、画家、哲学者、そして人体の解剖学に関する研究を進歩させたレオナルド・ダヴィンチにちなんで名付けられました。ダヴィンチは主に腹腔鏡手術、お腹の手術を支援する内視鏡下手術支援ロボットです。患者さんのお腹に開けた小さな穴に手術器具を取り付けたロボットアームと特殊なカメラを挿入し、医師がサージョンコンソールと呼ばれる操作ボックスの中で内視鏡画像を見ながらロボットを遠隔操作し治療を行います。医生会国際総合病院では2台のダヴィンチを導入し、泌尿器科、消化器外科、心臓血管外科など多くの診療科がロボット手術を実施できる環境を整えています。このダヴィンチを使用するメリットは大きく3つあります。1つ目はメスでお腹を切らずに手術ができるという点にあります。お腹を切って手術する場合、スライド左のイラストのように大きく縦に切開する必要があり、手術後の傷口からの感染や身体への負担は決して軽いものではありませんでした。一方ダヴィンチではスライド右側のイラストのようにお腹を切らずに数箇所穴を開けて行う手術のため、傷口が小さく出血も少なくて済みます。小さな傷口のみで手術が行われるため、痛みも少なく、手術後の感染リスクも軽くすることができ、早期退院、早期日常生活への復帰が見込めます。二つ目のメリットは、人間の関節可動域を超えた動きができることです。ダヴィンチのアームに接続されている治療器具は、人間の関節可動域を超える角度で曲げることができるため、他の臓器を抑えて患部の切除をする必要がなく、周りの臓器への影響、負担を減らすことができます。例えばスライド左のイラストのように、通常の手術では、膵臓を抑えて移動させ、その先にあるリンパ節を切除する必要があったものが、ダヴィンチを利用すると、右のイラストのように、膵臓や他の血管を傷つけることなく、リンパ節へたどり着くことができるようになりました。3つ目のメリットは、最大14倍までの拡大ズームが可能で、細かい作業ができる。ことです。ダヴィンチは人間の目よりさらに大きく拡大することが可能であり、手ブレ補正機能もあるため、細かい作業を安全に実施することが可能です。こちらの動画をご覧ください。ダヴィンチのアームの先に接続されている治療器具となります。可動域が広く、小さなお米の粒も器用に挟むことができます。薄いブドウの皮もきれいにカットして剥くことができます。医師がアームをコントロールしながら、このように繊細な作業をすることが可能です。こちらはアームを操作しながら縫合を行っているシーンです。最大14倍までの拡大ズームが可能で、細かい糸と針を自在にコントロールしながら細かい処置を行うことができます。ダヴィンチはご紹介した3つのメリットを最大限活かすことで、従来の手術より患者さんへの負担を最小限にとどめ、安全な治療ができる手術支援ロボットなのです。続いてダヴィンチ以外に医生会国際総合病院に導入されている手術支援ロボットをご紹介します。こちらは人工膝関節置換手術支援ロボットベリスシステムです。変形性膝関節症、関節リウマチ、スポーツや怪我による後遺症などでは
傷んで変形した関節の表面を取り除いて、人工関節に置き換えて痛みを軽減します。人工膝関節に置き換える手術において、このロボットは傷んだ骨を削り取るために使い、モニターに3次元で骨の切除範囲が示され、医師が正確に骨を削ることを支援します。人工関節を入れた際の膝の動きも術中にシミュレーションができるため、人工関節を挿入する際の微妙なバランスを調整が可能となります。こちらは人工股関節置換手術支援ロボットのロザヒップです。人工関節の設置角度を 1.0 度、1.0 ミリといった細かい単位で設定できるほか、両足のバランスのズレを測定が可能で、正確なナビゲーション機能で医師をサポートします。次に、脊椎支援手術ロボット、エクセルシウス GPS です。脊椎は頭蓋骨の真下から尾骨に至るまでの背骨の部分です。脊椎が不安定な場合や、必要な手術操作のために、上の背骨と下の背骨をスクリューなどで固定して安定させる脊椎固定手術などがあります。脊椎には動脈、静脈、神経などがあり、スクリューを挿入する位置、角度、深さに高い正確性が求められます。このロボットはネジを挿入する位置や角度を正確に誘導して手術を行う医師を支援します。ロボットで手術すると聞くと、ロボットが自動で手術してくれると思いがちですが、現在のロボットはあくまでは医師がロボットを操作して手術するものです。ただ、ロボットや AI の進化は目覚ましく、今後ロボットが自分で考えて手術してくれる時代が来るかもしれません。医誠会国際総合病院をはじめとしたホロニクスグループでは、患者さんの負担が少ない、回復が早い、急性期医療の提供を行っています。今後も安全安心な医療を提供するために、積極的な先進医療機器の活用をしてまいります。臨床工学部の発表は以上で終わります。はい、以上でロボットの話終わりです。最後の方で言われましたように、今の段階ではですね、いわゆる手術支援ロボットということで、実際に操作するのは人間、オペレーターであるということで、今の段階でいくと、ロボットに乗って、操縦室でいろいろ操作しながらロボットを動かすと、そういうレベルだと思うんですが、先ほど言われる完全自動手術ロボットというのも今開発が進んでおります。意外と近い将来に、人間がそばにいる必要はあるかもしれませんが、ロボットが全然自分で考えながらやると、ちょっと怖いような気もしますが、おそらく技術的には新米の医者とか経験の少ない医者に手術してもらうよりも、そちらの方がよっぽど安全という時代が結構来るんじゃないかなというふうな期待をしています。そうなった時の外科医の在り方というのはまた考えなきゃいけないかもしれません。それでは質問コーナーに移ります。一番最初の質問です。医師の視点で病院の AI 化を進めて従来と大きく変わったと実感できる部分はありますかという質問です。これ私の個人的な感想を言わせてもらおうかな、思います。まずですね、病院の雰囲気が新しい病院になったせいもあるかもしれませんが、雰囲気が明るくなったような気がします。情報ロボットがロビーを行ったり来たりですから、お掃除ロボットも行ったり来たりしてますね。それから何度か私経験あるんですが、エレベーターから、自動搬送ロボットホスピーがですね、降りてきたりですね、エレベーターを待ってる場面に出くわして、本当にびっくり、ということです。実際にここに来られた方はよく経験されてるかなと思います。本当に賢いなというふうに思います。鉄腕、あと私最初に行きましたから、それからスターウォーズのかわいいロボットですね、人たちをちょっと想像したりして思わずにっこりしてしまいます。それからですね、たくさん の医療関係者が新病院の視察に来られておりますが、いろんなところ案内して本当にびっくりされるのは、やっぱり今日も話が出てましたけれども、全自動の調剤ロボット、だろうと思います。医誠会はですね、もともと入院外来とも院内で調剤しているということで、薬剤師さん本当に調剤業務で追い回されて大変でした。本当に過酷でした。でこのロボットの導入で、職場環境非常に良くなったと思います。それから調剤のミスもですね、もうおそらくかなり減ってるし、それに対するストレスもかなり減少していると思います。ということで、先ほども話がありましたけれども、薬剤師さんをですね、各病棟に配置して、薬剤業務をやっていただく。これ、多くの病院では看護師さんがやってる。ただ、
本当に看護師さんがやる業務かというようなところがあって難しいところもあるんですが、それをより専門の薬剤師さんがやってくれるということで、これお互いのために非常にいいんではないかというふうに思います。当然安全上の問題もかなり改善しています。それから AI 化の進捗とともに職場環境の改善や働き方改革、医療安全の向上、診断力の向上、高速化などにつながってくるということで、おそらくこの成果はこれから実感できるかなというふうには思っております。期待しております。それからもう一つ質問がありますね。医政会国際総合病院が他の病院と比べて大きく AI 化が進んでいるところはどのようなところでしょうかという質問です。他の病院もですね、ロボットの手術支援ロボットとか持っているところとか、一部調剤業務を AI 化しているところとかいうのはありますが、おそらくこれほどシステマティックに AI 化を同時に進めているところはほとんどないんではないかというふうに思います。これは医政会国際総合病院が2つの病院が合併統合して新しくこの場所にできてですね、いろんな分野の機器をですね更新しました。その中でまとめて AI 化も進めようということがあったんで、これ莫大な費用がかかりましたけれども、優先順位をつけて進めてきたというところです。これからも投資費用がかかると思いますが、投資で結局回り巡ってですね、業務の効率化とかタスクシフト、要するに人材難を改善すると、それから医療安全が向上して、なかなか皆さんブラックな職場というのは長続きしないんですが、この離職率も低下して、より専門性の期待できる人たちが長く勤務してくれると、こういったこと本当にいろんな波及効果があるんではないかというふうに考えます。でそれは回り巡ってですね、いわゆる患者さんのために高度医療先進医療を提供するという我々の本来の目的につながっていくというふうに信じています。今日は AI ホスピタルの話でした。今日のお話しした内容が皆様の日々の健康に役立つ情報であればいいなというふうに思っております。本日はご参加いただき本当にありがとうございました。これで終わらせていただきます。シルクセリシン配合の基礎化粧品セリサススキンをぜひお試しください。